皆さん、こんにちは。シムトランテ再現、鉄道動画チャンネルのドラグノフです。えー、先日購入いたしまして、開封動画アップロードいたしましたトミックスの小田急ロマンスカ GSE 社なんですけども、こちらエラー、不具合が2点ございました。えー、どういった不具合かと言いますと、どっちも後から気づいたんですけどね。まず一つ目なんですけど、この1号車の 車輪ここの車輪が丸々1個抜け落ちてましたありませんでした2点目なんですけどもこの4号車ですね4号車の裏側のドアのところにですねこの辺だったんですけどもこの辺に塗装の巻き込みがありました えー、埃が入ってたんですね。えー、小さな黒い埃が、えー、塗装の中に入り込んでても完全に取れない、そういう状態になってました。塗装の巻き込みがあったということですね。で本日、えー、上新スーパーキッズランド日本橋の本店に行ってきまして、えー、ご対応いただきましたので、えー、報告をさせていただきます。すでにカプラを交換しちゃってたんですよね。 あの車輪がなかったっていう段階で、まあ、車輪はまだ予備があったんですよねあの加藤の予備の車輪を入れてなんとかなったので、まあ、もうこれのこのままでいいかなというふうに思ってたんですけどもこの4号車のこの塗装巻き込みがもう完全に全部これマイクロカプラに交換したんですけどその交換してから えー、気づいてしまったので、完全に新しいものとの交換という形ではなくて、えー、パーツのみの差し替えという形でご対応いただきました。えー、今回、上審で対応していただいた形としては、まず1号車の車輪を入れる。で、その次にこの4号車の上のボディを、えー、別のも,、えー、ものと差し替えるという形になりました。で、えー、店員さん曰く、もく差し替えた、えー、分は、 もうメーカーに送り返すというふうにおっしゃっておりました、えー、ご対応いただきました、えー、上司の方、えー、本当に感謝しておりますありがとうございました本当に毎度お世話になっておりまして、えー、深く感謝をしております簡単な報告の動画になります、えー、コメント欄で、えー、車輪がありませんっていうのを <laughs> 書いてくださっている方がいらっしゃいましたのでご報告という形にさせていただきます、えー、それでは今回の動画は以上になりまして 引き続きましてこちらのまた新しいのをね上新で買ってきたのでこちらの開封の動画をご覧いただければと思います。